はい、オルガンライフです。あの昔の処世術かなんか知らないけど、あのテクニックの一つとして、誰かが何か言ってきたらとりあえず反対しとく、まあ、それによって自分の意見を言う、なんか反対しとけばその同意するより、なんか自分のその立場っていうか、その主張もできる、主張もできるし、何か賢くなった感じがする、まあ、そんな感じしますけど、まあ、それ何回もやると失うものは、まあ、信用と、あとはあの人いつも反対する人だなって、賢い人だなっていうより、いつも反対する人だなっていう、あの自分に意見がない人と同じこの評価をされるんですよね。同意ばっかしてると自分に意見がない、あの人何があの言いたいのってなる。一方反対ばっかしてると、その時はなんか有意義な話っぽく見える、知的な感じに見えるけど、まあ、そればっかやってると、あの人いつも反対ばっかしてるなって、そのうちへそ曲がりじゃないのとかって、そうなっちゃいますね。だから何かこの言われたらそれに対して反対意見を言う、まあ、その人と一回しか会わないっていうことであればいいかもしれないけど、まあいいかもしれないで、良くないけどいいかもしれないけど、まあ、今後付き合いが続いてく、交流が続いてくっていうことであれば、まあ、そんなテクニック捨てちゃってください。いいことないですから、本当にないですよ。なんか反対即、あのまあ私が子供の時も大人たちとかそういう論法を使って、論法っていうか方法を使ってる人いましたね。何でも反対しとけばいいみたいな、なんか面白いアイデアがある、それに対してそんなのダメに決まってるよ。ちなみにこのアイデアとかビジネスとか誰かやってることに対して反対意見を言う、まあ、当たる可能性は高いんですよね。物事あの確率的に狙ってるところに当たるより外す方が大きいですからね。ボーリングやっててあの人絶対にストライク取れない、当たりますよ、当たるんですよね。なんか当てたからすごいって言われそうだけど、ずっとあの人ストライク取れない取れない取れないって言ってて、当たったでしょってドヤ顔してる。最初のうちはあすげえとかって言われそうだけど、そのうち何当たり前のこと言ってるんだみたいな、そうなっちゃいますよ。あのストライク取る人を当てる、そっちの方がまだ有用ですよ。まあ有用どころかそっちの方がすごいって言われそうですけどね。あの人ストライク取る、ダーツで、まあ、ここを当てるとかってね、ここを外す、それは簡単です。そして当たるからすごそうに見えるけど、そればっかりやられると、うん、なんかいつもあの人負ける方ばっかりかけやがってみたいな、極端な例宝くじですね、外れるだろうって野暮な言葉ですよね。外れるのは当たり前ですから、ほぼ9割9分ぐらい外れるのかな、だからすごくないです。何かあの意見言いたいときに反対意見だけ言っとけば、なんか自分が賢くなったように見える、誰が言い出した処世術かわからないけど、よく考えてみればクソなテクニックですね。ひどいですよ、ひどい。ということで、まあそういう意見言いそうになったら言わないでください。そして言われたら、まあもうちょっと様子を見て、ははあの人これ使ってるなみたいな、あのテクニック使ってるなみたいな、そんな感じで、まあ過ごしたと思わないっていう判断を下してください。ということでバイバイ。